皆さん、こんにちは。前回に引き続き、今日は中国の重大選挙の第4位の話題から始めましょう。第4位は、郭強平です。郭強平は、加藤平洋出身の前漢の名所、軍事家、そして民族の英雄である。郭強平は、名所永世の王位である。おそらく彼は中国史上最も若く最も功績の高い軍事指導者の一人である。18歳の時に兵糧高尉として任命され、800騎兵を率いて台北に進出し、2度にわたって全軍の功績を挙げ、官軍公に封じられた。19歳で兵騎将軍に昇進し、2度の加勢の戦いを指揮し、加勢の京都10万人近くを殲滅、焼香し、京都の天皇金像を捕虜にし、紀蓮山を直接攻めた。これは、加賀政権が加勢僧侶を占領する最初の戦いであり、以降、シルクロードが開拓されることになった。元宗4年、紀元前119年、郭強平は衛星とともに幕府に深入り、幕府の戦いで京都薩建王部隊の主力7万人以上を殲滅し、農協所山と全公園山まで追撃し、天智を祭り、寛解に至って帰還した。この戦いにより、京都は東郡逃げ、幕難には大手がないとなった。戦後、永世を大芝大将軍に、郭強平を大芝騎兵将軍に任命された。元宗6年、紀元前117年、郭強平は若しくて死去し、わずか24歳だった。部隊は彼に警官という死後を与え、もう寮に埋葬させ、紀蓮山の形状に並んで、郭強平の墓を築いた。郭強平は柔軟な兵法を用い、戦略を重視し、古法にとらわれず、長距離、駆け引き、急襲、大迂回、潜り込み、選別戦に優れ、桓武帝時代の軍事的拡張に大きく貢献しました。郭強平の死因について広く伝わっている説は、病死、疫病にかかった、引退した、自殺したなどがあります。史書には、郭強平が体調不良だったという記録は一切見られず、同時代の史学者である司馬遣は史記の中で郭強平の死について追という一字しか使っておらず、彼の歴史記述の態度からすると、これは彼自身が郭強平の死因を全く知らなかったということを説明することができます。つまり当局が意図的に情報を隠蔽または封鎖していたということです。病死説については司馬遣自身も信じていなかったので、史記にこのような説明を書かなかったかもしれません。第5位は漢武です。漢武、字は雲朝で、本名は朝成。加藤郡海県出身の後漢末期の名将です。三国時代には、蜀の名将として活躍しました。劉備と張飛と董遠の誓いを立て、中漢義丹の代表的な人物として、後世に伝えられ、一部の道義を信奉する人々によって、高等に、神格化されました。三国時代に輝かしい功績を挙げた
偉人でありながら、一度の敗戦で首を切られてしまいました。劉備は漢中で帝位を称し、カヌーは前将軍に任命し、好意につかせ、自分の下に万人を置いた。同年の7月、カヌーは東郷の脅威に直面し、少しも恐れずに、自ら兵を率いて、宋人の万丈を攻撃し、同時に策略を用いて、宋軍の陣営を分断し、宋軍の内部を分裂させ、敵軍の後方陣営を混乱させた。その後、曹操は武器の発見して援軍に向かわせたが、官軍は曹操に対して支持軍の水没させる大勝利をもたらし、曹操を阻止不及に陥らせ、さらに武器の受け取りにしてしまった。これ以降、関羽の三国時代における名声は大いに高まった。曹操はその勢いを避けるために都を移すことにした。それでは、関羽がなぜ死んだのか。三国志には次のように述べられています。張飛は士大夫を尊敬していましたが、兵士を愛護する方法を知らなかった。一方で、関羽は兵士を扱うことはうまく、しかし、士大夫との関係が非常に緊張していました。士大夫たちは文武官僚であり、みんな少将の才能を持っています。彼らの関係を悪化してしまったため、良い結果が得られるはずがありません。秦氏による支持軍の敗北後、曹操は孫権と連携して、関羽を攻撃するよう誘った。しかし、孫権は即座に応じるのではなく、逆に自分の息子を関羽の娘に求婚させるように人を派遣した。関羽は使者を恥ずかしめ、結婚を断ったとともに、繁盛が陥落すれば、孫権の滅ぼせると語った。孫権はこのことを知ると非常に憤慨し、偽りの手紙で関羽に謝罪したが、実際には関羽に対して敵を持っていた。関羽は常に部下を大切に扱っていたが、士大夫たちには高慢な態度をとっていた。南軍大衆の李方と将軍の詩人は、関羽の軽蔑的な態度に元気が差していた。関羽が出征すると、李方と詩人は補給を担当し、関羽に手厚い援助をしなかった。関羽は、劣ったら彼らを処罰すると言い放った。李方と詩人はそれを聞いて怯えた。孫権はこのことを聞いて、密かに使者を送り、李方と詩人に誘い出した。孫権は、呂蒙を首相に任命し、慶州を奇襲した。孫権は自ら軍を率いて、後方支援を行い、結果的に李方と詩人は戦わずに降伏し、南軍は陥落した。関羽の部下の家族は多くが公領にいました。彼らは尊厳によって公領が陥落したことを知り、徐々に士族がちりぢりになり、幕長に退却しました。関羽は幕長で敗れた後、自分の窮状を悟り、幕長に向かって西に撤退しました。孫権は使者を派遣して、関羽を有効をしましたが、彼は投降をよそって、反旗を林業のように、防壁に立って、その劇に逃げ出しました。彼に従っていた兵士は十数人に過ぎず、
他の兵士たちはじりじりに逃げ出しました。孫権はあらかじめ、主膳と韩昌に命じて、関羽の逃げ道を断つよう指示していました。12月、韓昌の部下である芝忠が、召集帝関羽とその息子の韓平を捕らえ、斬首しました。関羽は死の時、58歳でした。劉備に攻められることを恐れたため、彼の遺体は曹操のもとに送られました。曹操は諸侯の礼に従って、彼を洛陽に葬りました。一方、孫権は関羽の遺体を諸侯の礼に従って、東洋に葬りました。従って、関羽の死は単に東郷と曹操、または蜀と東郷の間の対立として語られるものではなく、彼の傲慢な性格に起因しています。彼は功績を重ねた老将、公長を軽視し、老兵と同列にならないと主張しました。また彼は孫権の軽蔑し、孫権の息子のために結婚を求めたが、拒否され、侮辱されたこともありました。さらに、彼は、東郷の若手将校、陸遜を、小二と呼んで、軽んじていました。関羽にとって、ただ一人の兄である劉備と、せいぜい、義弟の張飛しか存在せず、視野が非常に狭く、人を入れる心がなかったため、最後には多くの仲間から裏切られ、体力を使い果たし、敗北を喫し、首を切られることになりました。第6位は、前賓です。前賓、字は英宗、幼名は旭道。現在の河南省内高県出身で、前儀の開国皇帝でした。署名は石敏という名前で、高長の皇帝石公の養孫であり、石公は彼を自分の実の孫のように可愛がっていました。前儀は果敢で、敏鋭であり、勇猛さで有名でした。高長から遊撃将軍の位を授けられ、修正後に封じられました。何度は聖戦に参加し、戦功を立てました。349年に石公が死去した後、その子供たちが王位を争い合い、お互いに虐殺を始めました。前民は皇朝政権の混乱を利用し、皇朝に仕え将軍李濃の助けを得て、350年正月に石官を殺して皇帝に即位し、国号を義とし、姓を前に改めました。都を行に置き、史書では前義と呼ばれています。前義は北方における漢族政権の少数派の一つであり、その中でも最も強力なものでした。前民は皇朝の残党政権との戦って、勇猛で果敢な行動によって多くの勝利を収めました。特に、石氏が自らを称して、長国で皇帝に即位した時には、前民は何度も彼を打ち破り、自らの勢力を拡大しました。北方に流れる漢族の人々は、前儀に身を寄せ、前民は彼らの歩行者となりました。そのため、前民は30万の兵を抱え、国内は平和であり、生産は回復し、米国は全盛期を迎えました。前民は社会の整備と改革を進め、才能に応じた人事任用を行い、多くの中学者が高官に就くことができました。
後世にはこの地帯を義、秦の初期に例えることがあります。前民の中でも最もよく知られているのは、個人の殺す命令である殺殺令です。西秦の総人口は2000万人で、北方の発展地域の人口は約1200万人でした。結束が立てた前朝や後朝の支配下で、漢族は絶滅の危機に瀕していました。前民が血の後朝を滅ぼしたとき、中原の漢族はおよそ400万人しか残っていませんでした。前民が領土を解放した後、飢饉に苦しむ民を救済し、一度に20万人の拉致された漢族女性を救出しました。数百万人の姑息は中原の人々によって追放され、帝族、チャン族、胡族、バン族などの数百万人の異民族とともに、老政や葛藤などの故郷に帰還しました。旧大石後は中央アジアに再移住することさえありました。旧大石後の武族主体は金髪碧眼の白人です。これらの野蛮な胡族は荒野からやってきたもので、原始的な不食人族を残しており、中でも、ケズ族、白色共同族、センピー族の三つの族が最も凶暴です。帰還途中、異なる民族の個人たちはお互いに攻撃や虐殺を行い、彼らは食人行為に待って及んだ。10人中2、3人しか生き残れませんでした。前民は胡族の大規模な帰還を促し、10元で数百万人の個人が死亡したことになりました。皇朝を倒した後、彼は軍を分散して四方に攻撃を仕掛け、大小な胡族の指導者たちと攻め合う、各地の胡族軍を結集しました。前後以下の陸奥の激戦を経験しました。最初の戦いでは、漢の騎兵3000人が夜になって京都の陣営に突入し、数名な敵将を討ち取り、百里を追撃し、京都の首を3万個切った。次の戦いでは、漢の騎兵5000人が河野騎兵7万人を大破した。三度目の戦いでは、漢軍7万人に加え、4万の傷数の義勇軍が参加し、この連合軍30万余を破った。四度目の戦いは最初に敗れたが、後に勝利を収め、1万の兵士がこの首4万個を切った。5度目の戦いでは、漢軍6万人がほぼ、京や帝の連合軍10万余人を全滅させた。6度目の戦いでは、歩兵が万人に足りないの軍が、戦費の母用紙の騎兵14万人に対して、研がずに進軍して、10回戦って、すべて勝利を収めた。前民は漢人として、血族が立てた皇朝政権で台頭し、国家の頭となったが、その道のりで多くの血気族の不満を引き起こし、政治闘争の中心にいたため、彼を殺して権力を奪おうとする者が多かった。公元352年4月、前燕は大将軍、呉陽郭を率いて、20万の大軍を送り、攻撃してきました。前燕の大将軍、東巡と釈将軍、張温は、戦費は脅威に乗っているので、直接対抗するのは危険です。
彼らの勢いを和らげた後、軍隊を組織して攻撃すれば勝利できますと彼に言いました。しかし勇猛無比な前兵は中国を聞かず、武用士を打ち負かすことを誓いました。彼は秋や定山で騎兵を聞いて先兵人と仲介戦い、最終的にすべて勝利を収めました。武用閣は鉄砂で戦波をつなぎ、射撃の名手である戦兵兵士の中から勇敢でがむしゃらではない五千人を選び、砲陣の訓で前進しました。前兵が乗っていた赤い馬の名前は、シュデューで、一日で一千里を走ることができました。前兵は左手に双刃の槍を持ち、右手に鍵槍を持ち、追い風を受けて駆け寄り、300人以上の戦兵兵を斬りました。その矢先、前衛の騎兵が押し寄せ、前兵の包囲しました。前兵は多勢に伏せて東に向かって逃げ、20余里を走ったところで、馬が突然死に、母妖閣に捕まりました。そして、当順、長男と一緒に刑場に送られました。前兵が捕虜になった後、前年の初代皇帝、武用春は、前兵の自分の前に立たせ、彼に、お前は奴隷、下人だが、なぜに天使を実証するのか、と問い、前兵は天下が大乱である中、お前たち異民族の人民重臣でありながら、礼を奪い、反逆を企てようとする。私は一世の英雄で、なぜ皇帝になれないだろうか、と答えた。武用春は激怒し、前民の300回のうち、竜中に送り、圧慶山で斬首しました。前民は反乱万丁の一生を送り、わずか3年間の皇帝生涯で、後世の多くの皇帝を凌駕する功績を残しました。軍事面では、勇猛な前兵は当時の先人であり、何度も少数の兵力で多数の敵を破るという絶妙な前科を挙げた。政治や文化面でも、前兵は皇朝を滅ぼし、前儀を立って、北方大地を漢民族の手に戻し、短い期間でしたが、漢化文化と民族にとって重要な貢献をしました。彼は真の民族英雄です。しかし、前兵は自己の正義感が強く、才能にあぶれ、そして頑固で、当時の時代背景下で大きな成功を収めることも、個人を破滅させることもできました。考察令を発布することで、苦しめられていた肝心たちはついに怒りを表し、発言の機会を得ましたが、同時に少数民族からの支援を得る可能性も失いました。前儀政権の保護を失った後、骨殺令は逆効果となり、肝心たちはより強い圧迫を受けるようになり、難度する人々がますます増えることになりました。中国の歴史における初めての民族融合も深層レベルで進んでいますが、そのような民族融合はあんまりにも重くて、相応と陳の代価を払っていた。次回は中国史上7番目の戦時についてお話しします。ご視聴ありがとうございました。もしこの番組が気に入った場合は、チャンネル登録を忘れなく、また次の動画で会いましょう。